モンスターハンターワールドスペシャル公開生放送。会場の皆様こんばんは。本日はモンスターハンターワールドスペシャル公開生放送にご来場いただきまして誠にありがとうございます。というわけで生放送をご覧の皆様もこんばんは。本日は13日の衝撃的な発表から話題騒然となっているモンスターハンターワールドについて開発者の皆さんよりご紹介いただきます。どうぞ皆さん最後までお楽しみに。本日の MC は私渡辺純子がお送りさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それではまずはこちらをご覧ください。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、どうも。本日は会場に来てくださった皆様、またですね、生放送をご覧の皆様よろしくお願いします。カプコンの辻元です。よろしくお願いします。はい、ということでですね、もう皆さんご存知かもしれないですけど、先週ですね、アメリカのロサンゼルスの方で開催されました E3 でですね、このモンスターハンターワールド発表させていただきました。でですね、今回ですね、E3 の方での発表になりましたので、今回皆様にぜひ開発陣も連れてきてますので、このモンスターハンターワールド今ね、皆様にお伝えできることをね、お伝えしたいと思いまして、このイベントを開催させていただいております。ということで、ちょっと限られた時間ではありますがですね、実機のデモもありますので、皆さんぜひ楽しんでいただけたらと思います。はい、それでは早速ですね、このワールドについて、少しお話しさせていただきたいと思います。まずですね、これタイトル名、モンスターハンターワールドと初めてというですかね、サブタイトルをタイトル名につけさせていただいています。でこれがですね、やっぱりモンスターハンターシリーズですね、もう十何年、シリーズ作ってきてまして、やっぱり数字をつけた時にですね、ちょっとまあ今からでも入りにくいかなと思われる方もおられると思います。そしてですね、今回ですね、モンスターハンターワールド、のテーマでもあります今の最新技術を使って、このモンスターハンターの世界ですね、ワールドですねをですね、表現してですね、その中でハンターの皆様が、飛び込んでいただいてダイナミックな、狩りをしていただきたいという気持ちがございまして、このモンスターハンターの世界っていうのをすごく作り込みたいという、思い、コンセプトがこもっております。そしてですね、今回ですね、ワールドワイドで、ね、同時期で発売を予定してますので、こちらの方もですね、ワールドワイドでもプレイしていただきたいという気持ちも込めてですね、今回ちょっと思い切ってですね、タイトル名にサブタイトルの、ワールドっていうのを付けさせていただいております。サーバーの方もですね、ワールドワイドでマッチングすることもできますし、日本の言語ですね、言語でフィルターをかけて、日本語の言語で選択している人のみでプレイすることもできるようになっております。はい、そしてですね、それではですね、今回の、モンスターハンターワールドのコンセプトを軽く説明させていただきたいと思います。はい、まずこちら。はい、この十何年間、モンスターハンターシリーズ続けてきまして、やはり、こだわっておりますのはアクションでございます。モンスターハンターのアクションを、私たちで、みんな開発陣みんなこだわって作ってきております。後でも紹介させていただきますが、さらに今回はですね、新たなアクションというのも入っております。いろんなですね、このモンスターハンターの世界を表現した中でのそういうのも利用しながら行えるアクションというのも多々ございます。
そういうのもですね、モンスターハンターの世界っていうのを知っていただいて、それも活かしていただくっていうのが今回のテーマになっております。さらにフィールドの方がですね、今までエリアで、分かれてた、ロードが入ってたのがですね、今回全部つながっております。それによってですね、ハンター側、プレイヤー側のね、のアクションもですね、いろいろ変更を加えている部分もございますので、そちらの方も説明させていただきます。はい、そして2つ目、はい、ゲームシステムの方ですね。こちらの方もですね、先ほどお話しさせていただいた通りですね、クエストに行っていただいた後のフィールドっていうのは全てシームレスでつながっておりますので、それに合わせたゲームシステムっていうのも多々、導入させていただいております。後ほどまた説明させていただきますが、例えば今までですね、クエストに行く前にですね、持って行った武器とかっていうのは、クエストに行った時に変更できなかったと思うんですが、今回、クエストに行った先のフィールドでも、キャンプで武器を変えたりもできます。そのようなですね、システムもいろいろ変更させていただいております。はい、そしてこちら次、はい、ゲームプレイの方ですね。もちろんですね、皆様に遊んでいただくのは、ハンティングアクションになります。そしてですね、今回ですね、もちろん今までモンスターハンターをプレイされた方にも満足いただけるように、心がけて、作っておりますし、さらにここから、モンスターハンターに入られる方、こちらの方もできるだけ、スムーズに入っていただけるようにですね、いろいろ工夫もさせていただいております。例えばですね、いろいろゲームをプレイしながら説明、このゲームの操作とかですね、説明をさせていただくんですが、そちらの方もですね、今回キャラクターの方でですね、ボイスで説明してくれたりします。言ってしまえばですね、ゲーム中でこれ初めて日本語で話してきてくれます。でですね、これ言語の選択はできますので、もちろん今までのモンハン語、こちらの選択っていうのも可能になっておりますので、今までの感覚で遊ぶことも可能になっています。それではですね、ここからですね、もう少し詳しくこのゲームの内容を説明させていただきたいと思っておりますので、開発陣のメンバー2人呼んでますので、登場してもらおうと思います。まずはですね、モンスターハンターワールドのエグゼクティブディレクター兼アートディレクターの藤岡と、ディレクターの徳田です。どうぞ。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではですね、ここは僕が進行することになってますので珍しいですね。はい、珍しいですが、はい、じゃあ藤岡の方から自己紹介させていただきたいと思います。はい、どうぞ。今回モンスターハンターワールドの方で、ディレクターのサポートであったり、世界観とか、アートの方を監修させていただいてます。エグゼクティブディレクター兼、アートディレクターをやっております、藤岡かなめです。よろしくお願いします。はい、では徳田。はい、モンスターハンターワールドでディレクターをさせていただいてます、徳田裕也です。開発チーム一同ですね、本当にこうやって皆様にご紹介できるのを楽しみにしてましたので、本日はどうぞよろしくお願いします。はい、はい、ということでですね、ここからモンスターハンターワールド、お伝えしていこうと思うんですけど、まずはですね、もう公開されてるんですけど、見てない方もおられるかもしれませんので、今公開中のプロモーション映像、こちらのをまず見ていただきたいと思います。お願いします。
わけでですね、これあのもう今あの放映させていただいてますあのプロモーション映像になりますが、今回ですね、あのこのモンスターハンターワールド、あの冒頭にもあのお話しさせていただいた通りですね、このモンスターハンターの世界ですね、世界の本当にモンスターたち、植物たち生物たちらが本当に自分たちらが本当に自分たちの意思を持ってそこにあの生活しているようなあの表現というのをしていた見たいというところがございまして、さまざまな、モンスターとかも自分の意思でとか自分の今どういう状態かっていうのでいろんな動きを見せたりしてくれます、そういうのをですね、今からですね見せたいと思うんですが、これいきなり言っちゃいますか？そういう流れですか？いきなり。そうですか、実機でいいんですか、はい、これいきますか？いいっぽいですよ、はい、大丈夫です。というわけで、はい、ちょっとねあの飛ばしていきますけど、はい、いきなりこれじゃあ実機でお見せします、はいはい、いきましょう、はいはい、じゃあちょっと徳田ディレクターの方にですね、はい、あのプレイしていただいて、はい、ちょっと説明、はい、あの実機であのプレイデモでですね、はい、説明させてもらいますので、はい、じゃあ準備をします。はい、お願いします。はい、まあ、プロモーション映像の方は結構こう探索したりとか、まあ、新しい要素の方にかなり、要素を振って今回、まあ、映像最初の映像を出させていただいたんですけど、まあ、実際まあ、皆さんも気になっている武器の使い方とか、はい、まあ、そういったものの使い心地とそういった要素がどう絡んでくるのかみたいなものを今回ちょっと実機でしっかり見てもらえたらなと思って、徳田の方にプレゼンしてもらいましょうかね。はい、はい、じゃあプレイしながらですね今どういうことが起こっているのかどういう風になっているのかというのもこう口頭で説明しながらやらせてもらいます。はい、はい、準備 OK です。 OK、 いけますか。はい、じゃあ、はい、画面出します。どうぞ。はい、じゃあちょっとね説明してくれますので見てもらいましょう。調査団も手を焼いていた大型モンスターがついに姿を現しました。今回のターゲットは正体不明かつ危険な相手で傷を負ったハンターが次々と帰還しています。早速地図を確認してみましょう。私たちの現在位置がこちら。帰還者によるとこのモンスターは縄張りを主張しあちこちに粘液を吹きつけていたとのこと。まずはこちらの場所を目指し粘液の痕跡を見つけましょう。では目的のモンスターを探し出し制限時間以内に狩猟してください。はい、というわけですね今説明してくれた人物いると思うんですけどこれ実はですね受付嬢です。今回ので今までの受付嬢でですねとかですね拠点とかにいたと思うんですけど今回このようにですねクエストに行った時もですねあのようなキャンプに近くにとかにですね一緒に来たりとかしてくれます。はい、そうですね、はい、そこでクエストを受けたりとかも実はできるんですけども、はいはい、まあ、そういった流れもまたちょっとおいおいね出していけたらと思います。はい、はい、シルベムシが痕跡に反応していますね。シルベムシ調べてみましょう。シルベムシっていう言葉が出てきました。はい、こちらですね、シルベムシが痕跡の特徴を覚えました。この調子でどんどん痕跡を探しましょう。はい、はい、あ、ちょっとターゲット以外のモンスターです。無理な狩りは禁物ですよ。見てくださいここは、はい、こういったモンスターもこれターゲットじゃないモンスターですね。はい、ですね、これターゲットじゃないモンスターですけどなんですけどこいつね結構面白い生態持ってましてすごく食いしん坊なって言ったらいいですか、まあ、モンスターでして、はい、今アプトノスを捕食しちゃいましたね。はい、そして捕食してですねこいつはですね実はですねあるモンスターたち の、 ちょっとボス的な存在なんですね。そうですね、はい、はい、ドスジャグラス、ドスジャグラス、はい、で皆さんねご存知だったらドスってついたら大体ねモンスターハンターの中ではそういう役割のモンスターなんですけど、ということはボス的な役割ということはまあその何ですかね、そう、群れのね、群れの、はい、じゃあ他のモンスターの群れのボス的なということは今食べたですね、はい、アプトノスをちょっと溶かしてですね、咀嚼して、はい、吐き出してでその、群れのボスなので他の小型モンスターたちに与えてるクリンガーで発生する音を利用すればちょっとモンスターを引くことができますよ。ぶつかりたくないので、はいはい、で今回ですねこのようにですねエリアが全てつながっておりますのでもちろんちょっとですね、まあ、例えば逃げ場であったりとか気の抜く場所シルベムシが痕跡を追い始めましたっていうところがですね緑色の光の帯についていきましょう。どのようになっているかといいますと先ほどの草むらのところに隠れてましたね。あるいは隠れるという行動ができますのでそう隠れてる間というのはモンスターもなかなかプレイヤーを見つけてこないです。はい、そしてシルベムシっていうあの緑の光ってるやついるんですけど
この虫がですね、シルベムシといいまして、いわゆるこのプレイヤーのガイド的な存在になっています。シルベムシがターゲットに導いてくれます。このようにですね、今モンスターの痕跡を見つけてくださいっていう初め言われたと思うんですけど、じゃあその痕跡どこにあるんだなると思います。その痕跡をですね、場所とかをこのシルベムシは導いてくれます。でそういうのを集めてて、シルベムシにモンスターの痕跡を匂いを与えるとですね、このようにターゲットのモンスターまで連れて行ってガイドしてくれます。ロックオンカメラを使えばモンスターを見失わずに済みますよ。これ隠れてます。で今ですね、このままアクション入ってもいいんですけど、ここ狭いんでちょっとあるところまでおびき寄せます。これ後で説明しますが、スリンガーを使って音を立てて、その音にこのモンスターアンジャナって言うんですけど反応してます。それでおびき寄せているとこですね。でここまでおびき寄せたので、ちょっとエリア移動できますかね、はいはい、気づかせてちょっとそうですね、アクションしやすい場所まで連れて誘導したいと思います、はい、痛いですね。あれ肉を着ました。肉はね、後々効いてくる可能性があります。シルベムシが隠れてしまいます。あー、くっくっ、はい、ご注意を。ほらほら、はい、こいつらが食べたらダメなんです。体験は攻撃力の高い近接武器です。隙は大きいですが、その分威力は絶大ですよ。ね、このようにですね、受付嬢がいろいろ説明してくれます、はい、僕の方でももちろん今説明してますが、このように受付嬢がちゃんと説明してくれますので、まあ、弾きくるみであのようにフィルミを狙ったりとか、そういったものもスリンガーでうまくサポートしながら、まあ、自分の体勢を整えていくっていうようなこともできます。じゃあここはですね、このフィールドでですね、ちょっとですね、高低差とかも使ってみたいですね。もうちょっとジャンプ攻撃をうまく当てると、ね、大型モンスターに乗ることができますよ。さっき肉を置いたので来ましたね。来ましたね。あの肉に誘われてですね、さっき出てきたモンスターがですね来ちゃいましたが、今度はこのドスジャグラスとアンジャナフとの今度はですね、やり合いになっちゃいます。この場合はね、こういった感じで大型のモンスターとかをこう誘導し合って、まあこうやって鉢合わせさせることで、まあモンスター同士のこう隙を作ったりとか、大きなダメージを与えたりとか、まあ、そういったこともすごく狙える、作りになってます。もちろんあれ今はプレイヤー見てましたけど、攻撃とかすることも可能ですので、ちょっとですね、今回はね生態とか見ていこう、はい、おー危ない危ない危ない、これは危ないですね。徳田君、これは本番ですよ。危ないですね、はい、全国流れてますよ。本番ですよ、頑張って。すごいですね、そのモンスターたちらがですね、先ほど言った通りに肉を置いてたらお腹が減ってたら来たりとかですね、いろんな状態でいろんな行動をするので、おっとたまにですね、本当に予期せぬことも起こっちゃいます。はい、ちょっと体勢立て直したいですね。まあ、今回はいろんなものがこうエリアもシームレスなので、まあ今までみたいにこう回復するっていうこともちょっと移動しながらさせて、まあ機会を伺うような感じで、まあアクションを止めずに、まあいろんなことができるような作りになってます。あれ したいね、徳田君。ちょっと待ちましょうか。頑張りましょう。さあ、決めますかね。あ、ここはチャンス。ああ、方向ね。はい、なんだ。あ、移動しました ね。これマップのですね、あ、左サイマップ出てると思います。こちら周りが今白い状態ですね。こちらはモンスターに発見されてない状況です。でされてない状況ではシルベムシが出ているんですけど、モンスターにもし発見されたらですね、マップの周りが赤くなります。それ発見されている状態なので、そうなるとシルベムシはですね、モンスターに怖がって、自分の瓶のところに隠れてしまいますので、ガイドしてくれなくなります。でまたガイドしてもらいたいときは、その、モンスターの発見状態というのを解いてもらうと、またガイドしてくれます。これ、今までにもありましたノリアクションになりますが、これちょっと見てください。今、ですね、今回モンスターはですね、ノリ状態の時に嫌がっていろんなところに体をぶつけてハンターを落とそうとします。それをですね、うまくですね、今頭のところとか背中のところとか尻尾のところとかを乗りながらも移動しながら、それを避けていったりとしているところで、である一定条件を満たすと、こういうふうにちょっと大技ですね出せまして、これでダウンが取れます。はい、ダウンを取りましたね。先ほど何気にスタの罠とかも使ってたと思うんですけど、
まあ、ああいうちょっと、木を倒すことでツタワナが発動して、まあ、それで足を絡められて、まあ、好きになったりとか、まあ、そういった場所もあるので、そういう場所にこううまく誘導していったりというのが今回の、まあ、地形を生かした遊びの方になってます。起こりましたね、はい、お、起こりましたね。で、今ですね、このアンジャナフというモンスターは怒り状態になってます。怒ってます。で、怒った時のこのアンジャナフの特徴が何かっていうと、どこまでもハンターを追っかけてくるっていう習性を持ってるんですね、うん、で、今度はそのハンター徳田は、ハンター徳田だったんですか、徳田は、はい、あのその習性を生かしてどこまでも今追っかけてくるこいつ、うん、あの怒ってる状態なんで、その習性を生かしてまたちょっと有利な場所まで誘導していって、そこでまたアクションを しようと思ってる、はい、ところですね、これ、はい、こういう壁であってもモンスターもハンターも登ってきますので、はい、あのこの先とかもあるんです。細いところとかもね、はい、追っかけてくると結構ね怖いですよ。ほらほら、かなりしつこく追いかけてきますよね。ある一定の場所まで行きたい。これ先ほど説明した通り、左下のマップ見てください。赤いリングになっていると思うんですよ。これあのモンスターに発見されている状態です、うん、でマップですけど、あれを少しでかくしたりとかもできます。このようですね、ちょっと広めに見たりとかね、はい、でもちろんマップ全体を開けることもできますので、それは後ほど見せます。こういうあのロープアクションを使ってショートカットしたりとか、まあ、先ほどのあのくさび虫っていうんですけど、まあ、それがあるとああいうフックをかけたりすることもできます。はい、来てますね。はい、来ますね。もうちょっと先に連れて行きたい。さあ、古代樹のだんだん上の方に。そうですね。どんどん。おーおーおー、これかなりあの古代樹の方の上の方にまで上がってきてるんです。あの最初のエリアから見えてた古代樹にそのまま今来た、ね、シームレスで上がってきてる感じですね。もうすぐあの上にたどり着くんですが。はい。たどり着くんですが、何が起こるかと言います。ここまでして連れてきたかったのは、おっと、来ましたね。レウスですね、モンスターハンター代表的なモンスター、はい、となると今度はこのレウスとアンジャナフとのこのやり合いが始まってしまいます、当然ですね、レウスこの自分の縄張りに入ってきたアンジャナフに対しては容赦なく攻撃もします。はい、力関係がね、こういう感じで見えてくるのがやっぱこのモンスターハンターの面白いところだと思います。お、ナイス。さあ、どこレウスやります。ちょっとやってみましょうか。ちょっとやってみましょうか。ここまでちょっと上手く来たんで、レウスやってみたい感じですか。はい、ただですね、ちょっとレウスはそれでもどうですか、はい、なかなか手に余りますか。じゃあですね、どうでしょう。行きますか。大丈夫、行ける。唐突にですね、一人、はい、あの呼んでるんですね。あのモンスターハンターワールドのですね、メインプログラマーの深澤君、はい、ちょっと出てきてもらえますか。ちょっとこのまま一人でやるのはなかなか無謀なので、はい、ちょっと、助けを呼びたいと思います。今、ね、徳田は今一人でプレイしてきました。でもこのクエストにレウスが出てきて、ちょっとやばいかもわからないという状況になりましたね。ちょっとこれは僕たちも行きますか。ということで、はい、行きましょう。実はですね、今回ですね、途中参加できます。なのでここからマルチに切り替えます、はい、よいしょ。落とした。ちょっと待ってくださいね、まだね、今準備中。これもうね、もうあのマルチになってます。途中参加で僕たちも入ってきてます。ただちょっとですね、流しますよ。キャンプで流しましたよ。ごめんね、あのその辺は自分で解説してね。今ね、これプレイするから、ね、はい、ですね、この、レウスの巣にはですね、水が溜まっていまして、そのせき止められた、岩をですね、今僕が爆弾で壊して、レウスを、滝の下に落としました。でここで大ダメージプラス、隙が、大きな隙が取れますのでチャンスになってます、はい、僕ランスしか使えないんでランスいっていいですか。僕はハンマーで、今弓の深澤くんが、はい、駆けつけてくれてますね、はい、これもじゃ あの出してもらって大丈夫です。はい、僕ちょっと合流します。これちなみにですね、あのランスとハンマーはあの何気に初公開です。何気に初公開、はい、何気にこのままもう僕今レウス乗ってますね。ですよ。お、いった。お、レウス乗ってる。ちょっと派生してた。はい、徳田が今何使ってるんだろうね。今体験ですね。体験ね。で深澤君が弓、乗ったまま移動してます。
ちょっと僕の画面見てもらえますか。はい、これ今ほらシルベメスの方向に行けば良くなってます状況です。そういう状況ですね。そうですね、みんなと合流もこういう感じで素早くできますね。はい、レース落ちてますよ。ハンマーは打撃力の高い近接武器です。頭を殴るとめまいを起こすことができます。まだ乗ってました。レウスみんなでいけるかな。お、じゃあちょっとですね、ここでみんなでちょっとレウスとやり合うの。おー乗ってるな。上空で手出しができない。もうすぐ落ちますよ。はい、こっちかな。おまたこっちか。暴れるな。落ちました。落ちた。昼からスタートしたのがだんだん夕方になってきてると思います。フェイト中も時間変化しています。あ、しかもですね、ちょっと待ってくださいね。これね、やばい、僕ちょっと体力減ってるんですけど回復しますね。あ、しますか。こういう風に歩きながら回復できます。ほんでやばいと思ったらこういうねキャンセルしたりとかもできますんでね。お、やばかった。危なかった。危なかった。お、危ねえ。よいしょ。お肉もこうやって歩きながらもう食べれます。これはどうするんですか。これずっとレースでいいんですか。もうちょっと戦いましょうか。はい、ジャンプ攻撃をうまく当てると大型モンスターに乗ることができますよ。レウス行けるんですか。移動したかなこれ。ちょっと無理かもしれませんね。これね、ちょっかい出したものの強いですね。ちょっかい出したものの。アンジャナフの方にまた変わりましょうか。ちょっとダンジャナフを討伐まで行ってみましょうか。変えたいときは生体マップでは現在の位置やガイド先、アンジャナフに対してモンスターなどを確認することができます。どこに行けばいいかな、これは。とキャンプ、一番近いアンジャナフに近いキャンプにファストトラベルしてください。じゃあどこかな。今だと7番。7が近いかな。近いかな。ここでは装備変えますね。ちょっとやばいぞ、これ時間が。しっかり準備していきましょう。ちょっと巻きでやらないとまずいですね。間に合わない感じかな、これは。僕これタチに変えますね。辻本さんと僕でこれはやばいけるのかしら。特大に早く先に行ってもらって構わないですよ。ちなみにこれオトマイルもあしっかりいますんで、よいしょ、まあ、今回はマルチプレイなんでですね、出てませんけれども。しょ、ちょっと待ってくださいね。今のところ見せ生態マップからキャンプを選択することで、アンジェルもまたかなり移動してますんで、7、8の間のキャンプにファストトラベルした方がいいと思いますよ。しました。してます。さあちょっと、あ、ちょっとスタミナが減ってきた。間違った。ごめん。さあさあこれでみんなで合流しないといけないですね。こうやって、シルベムシが、離れていても、目的のところまでガイドしてくれますんで、これだけまあ複雑な地形でも迷わず、そうですね、たどり着くことができますね。寝てる。寝てる。寝てます。見つけちゃいました。どうしたらいいですか。爆弾使いましょうか。爆弾使いますか。はい、徳田リーダーお願いします。あ、僕今やっと たどり着くところです、はい、ちょっと僕も待って、俺も爆弾置いていいですか。OK、はい、じゃあお願いします。まあ、この辺もかなりあのモンハンらしい展開ですね。はい、じゃあ行きますよ。バックしますよ。置いてないけどいい。なんか言ってますけど、はい、してください。ちょっと、はいはい、これでいい、これで大丈夫。はい、あ、もう一個、はい、お願いします。行きますよ。はい。はい、よっしゃ。1個さ割れてないのがある。あ、1個割れてないな。おーおーおい。あぶねえ。さあ、ここからどうしますかね。この子移動するかな。移動しますね。移動する。オッケー。
このね、移動した先にもですね、ちょっと使えるものがあったりとかします。よいしょ、来た来た来た、俺の得意なとこ来たぞこれ。このエリアにはこう刺激を与えると麻痺するガスを出すカエルというのが生息してますんで、はい、皆さんその近く、おーっとハンマー、それをちょっと、すごい技出ましたね。ハンマー見せましょうか、使いましょうか、出撃しましたよ。おあーっと、あーちょっとか、あー出ていった、行きましたよ。ハンマー見せどころ、おお見せどころ、おお完成が良かったですね。良かったですね。もう僕の役目終わりましたから辻本さんもこれだけが言いたかったんで、もう一回やりますかこれ、おい、行きますよ、もう一回やりますか。おお乗った、おー乗ってる。またガスが、またガスで取ってますね。もう攻めていかないとあれだよね。そうですね、時間がかなりタイトですよ。あ、なんか撃ってるね。あ、これ鉄鋼榴弾ですかね。おお、大暴れ。おっしゃ、うまくダウンを取りましたね。この攻撃を逃さずに見せ場作りましたね。もう満足してるな。満足してますね、かなりね。かなり満足してるでしょ。あとは倒したいですね。濡れた表現は失敗しましたけどね。こういうあの濡れた表現とかも結構ね、ちょっとこう技術が上がったことでできるようになったんで。あ、すまん。モンスター怒ってるんで、この上のエリアまでまた連れて行きましょうか。行きますか。はいよ。じゃあちょっと。上上。上上。はい。上上。上上。上行くぞ。僕についてきてください。はい、行こう行こう。上上ですよ。麻痺ね、ほら。ちょっと。これね、麻痺やめてください、麻痺。やめてください。上、誰？何してんの？またやるよ。誰誰？プレイヤーもかかるんでね、これ気をつけてください。これ、チャレくれちゃうから。やばいやばい。おわんばいよ。はい。上がり上行きます、はいはい。はい、行きますよ。さあ。ちょっとこれ本気で選んだらまずいね。そうですよ。はい。こっちまで行きますよ。ちょっとまずいね。よいしょ。お、ジャグラスもいるな。来るかな。なんじゃない。お、来ましたね。出る。出る。アンナもね、壊しながらどんどん進んでいっちゃいますね。来ましたね。怒り狂ってますね、あいつね。ここ弾けくるみもありますし、下の罠もありますんで、うまく狙っていきましょう。おー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 おお。来た。おお。間に合った。機関榴弾ですね。やばいぞ。ボン。やばいぞ。うお、掘った。やばいぞ。下の罠がありますよ。使って。痛いな。モンスターの大きな攻撃。オッケー。来た来た来た。はい。俺たちの新技です。僕もぶっ飛びましたけど。え。まだ、あ、弱ってる。あ、弱ってる。弱ってる。チャンスかも。消えるかもしれません。爆弾何個ある？もう僕はないです。これ一個。お一個。じゃあこれをまた。まあこういうね、いろんなものをね、利用しながらこのマルチでこの楽しい今までのね、やっぱりモンスターハンターの楽しみっていうのはしっかり、はい、できるようになってますんでね。はい、ちょっと意外とね、結構ね、あれなんですね。これいつもの感じで弱ってきたら、ちゃんと寝床に行きます。行きますね。爆弾1個だけある。爆弾行こうか、これ。お願いしますよ。お、癒しの円筒誰か、ありがとう。頼む、あんまりもう時間ないぞ、これ。ですね、これ。本気で時間ないぞ。これは本番ですからね。よっ、お、どうした？これやばいですよ。これやばいぞ。よいしょ。うわ、結構。これやばいぞ。結構。これこのね、お見せするようにですね、特別なこれ制限時間になっておりますので、結構ギリなんですね、これね。ギリなんですね。奥ね。ちょっと置くよ。よいしょ。よいしょ。はい。特だ、起爆弾だ。起爆だ。お願いします。移動の総意は受けるダメージを減少させ、お願いします。ダメージのリアクションも小さくなります。いた。ゴーゴー。ください。ゴーゴー。誰だ。ボーガン、お願いします。頼む。よいしょ。オッケー。いけ。
これアンジェルが隙を見せてたら隣にいるジャグラスたちが攻撃仕掛けていましたね。こういう大型、そうですね、強いモンスターでも隙を見せれば小型に繋がられると思います。よっしゃ、尻尾切れてる。尻尾切りました。尻尾切ったって俺じゃないけど僕ですね。わお、僕だ、終わらせて来てますよ。今不動の装備僕来てます。なのでモンスターの攻撃でもひるまなくなってます。こちらの方の行け行け、まだ行ける。うわやばい、なんで俺ばっかり来んねん。生命の軍人を使って助けましょう。危ないよ、危ないよ。うわやばい、軍人、ちょっと俺やばい。あー、サンキュー。これちょっと無理かもな。いや、遊撃弾、遊撃弾使え。行け行け。おお、いった、よかった、いけた。あぶねー、だいぶ地味な。あぶねー、地味フィニッシュ。素材剥ぎ取りましょう。はい、はい、ここからね。このようにですね、ちゃんとやっぱモンスターハンターですので、クリアした後の剥ぎ取りっていうのもございまして、このような素材を使ってですね、武器防具っていうのを強化していただくっていうゲームサイクルのところは変わっておりません、うん。で、もちろんこれクリア後にですね、また報酬ももらえますので、その画面だけじゃあ1回見てもらって、はい、終了とさせてもらいましょうか。僕、ね、チタンのボタンですね。こんな感じで、はい、ちょっとイベントっぽいものが出てますけど、はい、じゃあここで終了になります、はい、実機の終わりでございます。はい、はい、いや、よかった、よかった、行きましたね。はい、じゃあどうぞ前に、はい、せっかくなんで深澤くん何か一言を。何かした、出た。無茶ぶり。まあ、チームの方では、今かなり多時の、まあ、時期ではありますが、仕上げにかかって、クオリティ高いものに仕上げようと今やっているところですので、まあ、期待して待っていただければと思います。よろしくお願いします、ね、おーし、おっ、おい、じゃあありがとう深澤くん。クエストクリア、はい、お疲れ様でした。リハーサル失敗しまくってたんで、ね、よかったよかった、はい、会場の皆さんももしかしたらハラハラドキドキ見守ったんじゃないですか。そうですね、はい、で生放送でも大変多くの方がご覧いただいていて、コメントとかもねたくさん流れてきてたんですけど、なんといってももう真っ先に食いついてたのが日本語で、あ、そうですね、そうです、受付上日本語みたいな感じで反応して。そうなんですよ、今回ね、今回まあいろんな国の方にもアクションしながらしっかりこういろんなことを、チュートリアルしたいっていうのがあって、あ、ね、まあああいう言語対応してまして、あれはでも吹き替えです。モンハン語がしっかりありますので、そうですね、はい、辻元さんもおっしゃってました、はいはい、いやまだまだプレイ画面を見ていて気になることがたくさんあったんですけれども、まずは何といってもフィールドです、はい、これまでの退場で、ね、登場してますから、はいはい、今回ですね、先ほどもお話ししました通りにクエストを受けて、クエスト先のフィールドに行ったらですね、フィールドでですねエリア間の今ロードが今回なくてですね全部つながっております、はい、で今プレイして見ていただいたステージがですね、古代樹の森っていうフィールドですね。古代樹の森、はい、でこちらですね、はい、ここですね、ぜひ藤岡の方から説明します。はい、はい、まあ古代樹の森ということで、今回まあハンターはですね調査団っていう、まあ、調査をするために新大陸に向かいます。でその新大陸を調査していきながら、まあ、いろんなクエストをこなしたりしていくっていうことで、はい、まあその最初の調査していくエリアになります。古代樹の森って言います、はい、でちょっと絵でちょっと見えにくいんですけど、はい、この左側に大きくそびえ立ってるのが、古代樹っていう、まあ、これ1本じゃないんですけど、いろんな植物がこう寄り添ってこの巨大な木になってまして、うん、まあ、その木を中心に広がる森です、うん、で先ほどプレイでもリオレウス追いかけながらこう、ね、ずっと会うために上がっていきましたけど、あれがその、古代樹のてっぺんの方になってまして、まあ、そういう、まあ、巨大な木を中心に、まあ、いろんな、まあ、個性的な植物とかがたくさんいる中で、はい、まあ、さらに個性的な、生態を持った、モンスターたちが生息して、まあ、ああいう、 こう自分たちのテリトリーを、持ちながらこうみんなが、生きてるっていうような、
場所になっております。先ほど紹介させてもらったエリア数で大体3分の2ぐらいですかね、残り3分の1ぐらいはまだ、はい、まだまだ回りきってない場所とか、はい、あともっと、ね、根っこの深いところとか、あこうちょっとあの探索して、はい、いろんなものを取りに行ったりとか、まあ、探索したり調査したりしていくっていうのが今回あのテーマなので、そういうフィールドをうろうろしてるだけでもいろんな場所を見つけれるっていうのはかなり、はい、フィールドの作りとしても面白いかなと。でまだこの綿毛のようなフィールドも出てきてなかったですもんね。こことかねかなり綺麗なエリアなんで、うんね、またちょっと実際紹介したかったんですけどちょっとプレイの方が、はいはい、皆さんに見ていただきましたから、はいでまあ、こういったモンスターが生息してて、はいまあ、そういったモンスターがこの地にいろんな痕跡を残してます、はい、で先ほどプレイしながら、ずっと追いかけてたと思うんですけど、まあ、シルベムシがそれを、ガイドしてくれながら、まあ、もう1枚めくってもらっていいですかね、まあ、このような感じで、いろんなモンスターの痕跡を見つけながら、まあ、そのモンスターの足取りをたどって、はいまあ、そのモンスターまで、まあ、ガイドしてもらうっていうのが今回の、まあ、ゲームのコンセプトでもあり、まあ、遊び方の、かなとは思ってます ね、はい、ね。シルベムシがいることで本当にモンスターのところまでね道に迷いやすかった、これまでのプレイヤーの方とかも、まあ、ハンターさんもそもそもそうなんですよ。僕と徳田もだいぶあの方向音痴でして、あじゃあそんな方とかも大丈夫な、はい、あのこの企画を始めた時に真っ先にねこれはなんかちょっとなんとかしなあかんってなって、まあ、こういうガイドしていく、まあ、虫シルベムシっていうものでこう自分を導いてもらうっていうのはすごく、まあ僕たちが本気になって取り組んでるんで僕たちも迷わずにいけるっていうのがね、はい、かなり、まあ、最初にあのできるだけこう密度高く、はい、高低差もあるようなフィールドを作りたいっていうのがあったので、まあ、作ったはいいけどやっぱ迷うぞそうですよね。でモンハン風のガイドっていうのは何だろうかってことで、はい、かなり、はい、そうですね、はい、まあ、これかなり役に立つので、はい、役に立つシルベムシですね、はいはい、さあそしてフィールドの自然を利用したりさまざまなハンティングアクション新しいものが出てきていたと思います。こちらはどうでしょうか。はい、今のですねあの実際にプレイしているのもいくつか見てもらいましたけど、実際にあのやっぱり皆さん気になっているハンティングアクションの部分、このアクションについてじゃあ徳田の方から、はい、説明させてもらいます。はい、どうぞ。はい、まあ、古代樹の森にはですね、まあ、見ていただいた通りあのツタの罠になるような植物であったりとか、はい、まあ、水が溜まっていて流すとまあ大ダメージを与えるような場所があったりとか、まあ、その他にもまあ痺れるガスを出すカエルだったり、はい、まあ、その他にもすごくプレイヤーがハンティングに利用できるようなものというのがたくさん分布生息してますので、まあ、そういうものを使うことでまずいろんなものを準備しなくてもその場その場にあるものを使ってハンティングすることができるような設計にまずなっています。はい、まずはこう環境を利用して遊ぼうみたいなところが、ね、自然を利用してますよね。はい、はい、で次のページで、まあ、その今回ねハンターがつけてるその先ほどからちょっとずつあの、ね、使ってたと思うんですけど、いろいろ活躍しているあれですよね、はい、あれ、はい、あのスリンガーって言うんですけど、うん、スリンガー、はい、まあ、左手に、はい、ハンター全員が持ってる、まあ、簡易防寒みたいなものですね。 その辺にある、まあ、石ころとか、まあ、木の実とか、はい、そういうものをセットして気軽に使うことができるものになってます。そうですね、はい、拾っては使うっていうのを繰り返しながら、まあ、いろんなもの、まあ、その自分の狩りのを、まあ、ちょっとずつそういうものでサポートしながら、状況を作りながら、まあ、狩りをしていくっていうのが今回の、まあ、なんていうんですかね、ハンティングのスタイルというか、はい、アクションのスタイルになってます。はいはいはい、でまたあのモンスターとはモンスターっていうのが、まあ、最大の罠としても機能するような、うん、まあ、仕組みになってまして、うん、でまあ、ただいい面ももちろんあるんですけども、やはり2匹出てくるときに厳しくなるときもあったりしますんで、はい、そういったときに、まあ、この救難信号を上げて、みんなを、ね、みんな助けてもらうこともできるようになってます。はい、あとですね、これちょっと左、はい、あ、ごめんなさい、戻ってもらっていいですか。はい、一つ前のスライドで、うん、左下にはロープとか使ってて、皆さんね、たまにこうロープで移動したりとか、そこら辺ちょっと気になったと思うんですけど、ありました。これはね、これもサポート的なものでして、はい、ちょっとロープで引っ掛けて移動したりとかですね、先ほど特大もやってたりとかしましたけど、これに関してはですね、そんなにバリバリのロープアクションっていうわけではないです、うん、ちゃんとアクションは今まで の、 そのちゃんと自分の武器を持ってしっかりプレイヤーのアクションとしてしていただきたいんですけど、ただこのサポート的なところのロープでちょっとね、そんなに複雑な操作でもなく、ちょっと引っ掛けて向こうに移動したりとか、そういう使い方ができるようになってますんで、はい、どうしてもこうエリアが高低差が深かったりとかすると、あ、すごい高かったですもの。そうです、うん、ちょっとショートカットするためにあるポイントで使えたりとか、まあ、大きく移動するために何かそういうのに引っ掛けて使ったりとか、うん、まあ、そういったあくまでもサポートをする、サポート的なものでも、その状況をサポートするための、
ロープですね、うん、はい、初めてこれから始める方でも、ね、サポート的なものですごく大活躍しそうですよ、はい、全然操作は複雑じゃないので、はいはいはい、大丈夫です、はいはい、じゃあ次、はいはい、こちら、はい、もちろん武器のアクションの方なんですけれども、はい、まずあの今回も武器全14種っていうのは、そうそう、昔過去作からあったものは全て使うことができます。でさらに、それぞれしっかりと手を入れて、はい、アクション的にも手触り的にも、まあ、アクション その新技的にも進化しているということは、まあ、先ほどお見せできたかと思うんですけれども、はいはい、例えば、まあ、ヘビーウォーガンとかでいうと、うん、まあ打ちながら歩いたりとか動きながらリロードしたりとか、まあ、いわゆるその TPS に近いような操作というのができたりとか、はい、でまああの機関榴弾って言いますけど、はい、まあ、特殊な弾ですね、はい、をセットすることでああいうガトリング砲のような攻撃ができたりとか、うん、はい、まあ、その弾によってアクション性が変わるというモンハンの今までのいいところも残しつつ、うん、まあ、新しい手触り良いような形にはなってるかなと思います。そうですね、はい、なのであのガトリングようなものもやっぱり特殊な弾としてセットして使っていただくような感じなので、まあ、状況に合わせてその使い分けていただくっていうのはまあ、今までのモンスターハンターのスタイルだと思います、はい、途中で、ね、武器を交換したりすることもできるというのも、ね、そうですね、今回キャンプがありますから、そうです、はいはい、というわけ で、ですモンスターハンターといえばモンスターということになりますので、ここからいきますか、モンスターの方に、ね、やはりモンスター気になるところじゃないでしょうか、はいはい、というわけ ですね、今回あの 何体か出てきましたけど、そのうちから3体、うん、先ほどね、あのプレイアブルの時でもなんかちょこっとずつは説明しましたけど、はい、紹介いたしましょう。まずは、はい、気になりました、このモンスターこちら、はい、ドスジャグラス、はい、ドスジャグラス、はい、飲み込んでますね、まあ、まあまあちょっと食いしん坊キャラでして、はい、食いしん坊、はい、まあ、モンスターだちょっと遊んでおられる方ならこのドスっていうのは大体ね、意味を、はい、ご存知だと思いますけど、はい、まあ、群れのボスという意味合いです、はい、で、このもともとジャグラスっていう小型のモンスターが群れを、はい、ね、持ってまして、出てきてましたね、そうですね、古代樹の森の、まあ、結構広範囲にわたって、はい、生息している群れを持ってる、ジャグラスっていうモンスターの、まあ、ボス格になります、うんうん、はい、で、はい、まあ、ああいう感じで丸飲みしたり、まあ、咀嚼した、まあ、食べたものを吐き出して、はい、まあ、ありました、そういう小型モンスターの餌にしたりというような感じで、まあ、そういう生態群を持ちながら、この地を生息しているといったモンスターですね、うん、はい、太った時はアクションも攻撃方法も変わってきますから、そうですね、はい、なので、はい、なのでこうプレイヤー的にはいかにこう太らせられないかとか、まあ、食べようとするやつを邪魔するみたいな、ね、お腹減ってる状態の方が攻撃しやすい、やっぱ太った方がパワフルな攻撃になりますんで、うん、まあ、そういうのもちょっと、まあこうね、なるべく痩せさすみたいなダイエットじゃないですかねダイエットさせるみたいな感じでちょっと遊んでもらえるモンスターになります、なんかドスジャグラスパッと見ちょっと爬虫類感があるなと思ったんですけど も、 もう爬虫類大好きですから、この男がね、はい、そうですね、この、膨らんだところのこの腹の膨らみ方みたいのは、はい、まあ、爬虫類園とかいろんなところに取材に行って写真も撮ってきたのが生かされていると思います、そうそうワニの腹とかね、そうですね見てしっかり見てきたのがここに、はい、ジロジロ見て、はい、ね、集結しているわけですね、はい、じゃあ続いては何でしょうか、はい、こちら出てきました、アンジャナフ、先ほどでもね、はい、すごい目立ってましたけど、こちらをまたじゃあ藤岡さん、はい、これアンジャナフって言います、先ほど、ちょっと、討伐させていただいた、はい、はい、そうです、まあ、古代樹の森では結構こう広い範囲で暴れ回る、まあ、いわゆるこう地面に近いところっていうんですかね、あんまりこう高くないところをねじろにしながらこう暴れ回ってるモンスターで、はい、まあ、非常にこういうなんていうんですかね、凶暴な、まあ、見た目をしてるんですけど、好戦的ですね、好戦的なんですよ、そうですよね、はい、ドスジャグラスも噛みついて振り回してましたからね、はい、まあ、こういう顎が強そうなモンスターで、うんうん、まあ、このモンスターもともと僕たち、まあ、なんですかね、恐竜好きなんですけど、恐竜好き、はい、恐竜やっぱり、ね、伝わってきますね、好きなんです、面持ちから、はい、で、まあ、最近こう恐竜っていろんな説があって、うん、はい、毛生え説みたいなのがあるんですよ、知ってますか皆さん、毛生え説、羽毛が生えてる、羽毛が生えてた、まあ、ティラノサウルスとかもこう羽毛が生えてたんじゃないかみたいな説もあって、じゃあ自分たちなりにこうその説を、はい、こうビジュアル化したらどうなるかなみたいなのがちょっと面白いんじゃないかなと思って、こういうちょっと、はい、毛を生やしてみたみたいな、あんじゃなくて毛ふさふさですよね、あ、そうなんですよ、シルバーの毛が生えておりますけど、はい、
まあ、僕自分たちなりの今のこう説をちょっと解釈してみたみたいなね、うんうんはい、まあ、だんだんまたハゲてきてるまたね鱗だけだった説が、ま、もうがなくなった説にほどだねって言うんですけど、まあまあまあ一応そういうのも生かしつつ、まあ、あと突起がねちょっと頭そうなんです、うん、あれは怒りモードの時ですか、怒ったりとかちょっと探索したりとかする、うん、まあ、鼻がをすごいこう匂いを嗅いで、その辺を探るんですけど、まあ、この、あれ鼻が広がってるんですよ、このここの頭のところ、鼻なんですね、鼻だったんですよね、はいはい、それを広げて、まあ、匂いをこう察知したりとか、うん、あと、まあ、威嚇った時にちょっと威嚇するのにこう広げたりとかするっていう、ちょっと、まあ、そういう生態を持ったモンスターですね、はいはい、なるほど、はいはい、まあ、あと本当にはい、すごい生物とかをやっぱり研究して作ってるので、細かいところですけどね、歯の、ね、並びとか生え方とかっていうのもすごく、ああいうね生物って結構いてですね、そうですね、肉食動物でよくあるんですけど、歯が折れた時に、うん、まあ、次の歯が次にすぐに出てきて、まあ、捕食に支障がないような構造っていうのをこのアンジャラフも取ってます、うん、そうですね、まあ、そういう細かいとこまで今まではあんまりこう描ききれなかったとこまでこう作り込んで、まあ、シワがいったり、まあ、こうちょっと皮膚のシワがこう寄ったりとか、まあ、そういう表現も本当にできるようになったので、まあ、これすごい作り込んでる、はい、モンスターですね、はい、そして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 やはり代表的なモンスター、そうですね、まあ、ちょっとモンスターハンターご存知な方なら大体の方はご存知だと思います、あ、イリオレウスですね、みんな大好きですよ、はい、ありがとうございます、はい、まあ、モンスターハンターこのタイトル始めるときに、まあ、いろんな技術をチャレンジしようということで、はい、まあ、今までできなかった表現っていうのをどれぐらいできるかっていうのを、まあ、落とし込めるか、はい、それを一番考えて、まあ、一番最初にその作り込みを始めたモンスターで、まあ、なんですかね、こう翼の透けた感じとか、うん、まあ、今、はい、まさにこの映像透けてます、そうなんです、透け感がすごいですね、光を透過したり、まあ、人間の皮膚でもそうなんですけど、うん、こう光をかざすとちょっとね赤みが透けたりすると思うんですけど、そういうのがすごく、なんていうのかな、生き物生物の感じとかすごい出るので、まあ、こういう技術使ったり、まあ、当然鱗の質感であったり、はい、まあ、そもそもの骨格の作りだったり、うんうんうん、翼の造形だったりっていうのもかなりこだわって作り直して、もう一からデザインを全部上げ直して、今回このリオレウスを作ってみました、はい、新内登場って言ったところですね、そうですね、レウスの進化しています、はい、この透け感だけは僕はすごいこだわってずっと言われてます、そこに開発がすごい時間がかかる、まあ、なかなかね、まあ、言うても処理かかるんですよ深澤が渋い顔する、はい、重いっすって言われて先ほどの深澤さんが、はいはい、まあ、でももう絶対入れなあかんって、ね、まあ、いいです、はい、こっちの話です、油断したら削ろうし、一体一体のモンスターにかける思いというのがまたこのワールドでギュッと詰まってるんだなっていうのが今この会話の中でも分かりました、はい、まだまだモンスターについてお話を伺っていきたいところではありますが、お時間もあるということで、はい、この辺りにしていきたいと思います、了解です、皆さん今後の続報にもご期待ください、はい、さあここからのお時間ですが、モンハームにて事前に募集しました質問にお答えいただく質問コーナーです。今回応募期間が短かったようなんですが、かなりの質問が寄せられてきました、かなり来てましたね、かなり来てましたし、結構コアなものからね、本当に、はい、みんなが気になってたものたくさんありました、モンスターは何体いるんですかみたいな、絶対答えれないやつ言えれないうん、ダメだなこんなん言ったら大事件ですから、ね、大事件です、ね、大事件ですね、はい、もう半年ぐらい黙ったままでまあそんなところもありますけども、はい、今日は時間の許す限り皆さんが質問にお答えいただきたいと思っています、はい、それでは早速最初の質問はこちらです。モンスターハンターワールドではオンラインでマルチプレイをする際、次のどれが必要になるのでしょうか。なんかちょっと謎々みたいになってますけどもはい、丸1、プレイステーションプラス加入のみ、丸2、プレイステーションプラス足す独自課金プラン加入、丸3、独自課金プラン加入のみ。さあこのどれが必要になるのか気になってるみたいですね。いきなり来ましたねこれまあ今話題の、皆さん気になってますやつなんですねこれね、まあこれ ね、はい、課金の話めちゃくちゃ多い、ね、そうですね、多分これはね一番です、あ、一番の、はい、プレイステーションプラスの加入のみ、はい、の、はい、会員になっていただいたらもう、はい、モンスターハンターオンラインプレイしていただけます、はい、なるほど、はい、いや始めやすい、さあよろしいでしょうか。では続いていきましょう、こちらです。
プロモーションビデオで水中から顔を出すシーンがありましたが、水中戦が復活するということでしょうか。気になりすぎて鉄鉱石が喉を通りません。そっちの方が気になるんですね。気にならなくても通らないですけどね。喉通りましたっけ、鉄鉱石って。まあそんなやらかないと思います。はい。はい、言います、どうします。まあ、今回、はい、水中でのさ、アクションって言いますか、はい、モンスターの狩猟っていうのはないです。はい、はい、まあ、あるかないかで言うとないです。はい、ないけれども、はい、映像としては探索するのに、まあ、そうですね、いろんなこうちょっと見えにくい場所から実は通り抜けれたりとか、まあ、そういうちょっと探索していくときにいろんな表現使っていきたいなと思って、まあ、ああいうちょっと一部こう潜って、はい、まあ、シルベムシがこう教えてくれるので、それに従って行ってたらちょっと潜ったりとかするアクションがあったりしますけど、狩猟自体はないです。はい、はい、よろしいでしょうか。では続いてはこちらです。古代樹の森以外のマップはありますか、ということです。はい、いや気になりますよね、マップ。はい、あります。そうですよ。すごいいいでしょ。あまりにもふわっと言ったんで、さらっと言っていただきましたけど、今回ちょっともう一度説明させていただきますとですね、はい、従来のようにですね、拠点というものがありまして、そこでクエストとかを受けていただくと、その後フィールドの方に行きます。はい、でそのフィールドの一つが先ほどのフィールドですね。はい、その他にもありますが、何があるかは当然今言いません。もちろん、はい、おだけの皆さんのためにみたいな感じはないですね。ないです。すごくね、今回ね、ユニークなステージも用意させてもらってますんで、はい、期待してもらえるね。そうですね、今回新大陸っていう一つの大きな大陸を調査していくので、はい、うんうん、まあ、ああいう、まあ、ストーリー進めるながらゲームを進めていくと、まあ、そういろんな、エリアがどんどん見つかっていって、まあ、そのエリアを探索していってもらうといった感じですね。はい、はい、新大陸進めて続報のマップが出るのをぜひお楽しみにお待ちいただきたいと思います。はい、さあ続いてはこちらです。モンスターハンターワールドではモンスターにダメージを与えるとダメージ数値が出るということですが、オプションなどで表示させないようにすることは可能でしょうか。あ、これできます。できます。はい、なんかこれでいいですか。わかんないけどできます。手応えねえな。先ほどの僕たちでデモプレイやってる時もですね、はい、出てましたね、ダメージ、うん、そう出てました。ただでも皆さんモンスターハンター、まあ、これ見てくださってる方とか来てくださってる方ってモンスターハンタープレイされてる方が多いと思うんですけど、はい、正直そんなに違和感なく部分が当然あったと思うんですけど、うんうん、ダメージ量は出るんですけど、今までと同じように先ほども言いましたが、あモンスター弱ってきてるなとか、うん、スタミナ切れてきてるなとかっていうのは、ね、モンスターの挙動でやっぱ見てもらいたいっていうところが変わってるんです。足引きずったりとかね、はい、やはりしてましたから。なのでモンスターの体力が出るわけでは全くないです。うんうん、あくまでダメージが出ます。で今までの感覚ですね、本当に今までの感覚といいますかね、はい、で遊びたい方っていうのは表示消すことができますので、はい、どちらもできるということですね。はい、はいはい、では続いてじゃんじゃんいきましょう。こちらです。オープンワールドフィールドでのマルチプレイとはどんなものなのか、またマルチプレイにはどうやって参加するのか、具体的には今までは一度集会所に集まってからオンラインプレイヤーと集結からクエストへという流れでしたが、オープンワールド化するにあたってそれは変わるんでしょうか。はい、ですね、これちょっと先ほどちょっとだけ説明しちゃいましたけど、今回ですね、フィールドですね、はい、フィールドのエリア間のロードがなくなっておりまして、ね、うんうん、そこですね、どちらかというとですね、そのフィールドに行った時の密度っていうのをすごく今回コンセプトに置いてまして、拠点あります。で拠点からフィールドに行く時っていうのはここはロードが挟まります。はい、で行った先のフィールドっていうのが全部つながっておりまして、ここの広さっていうのが大体の今のフィールド、あ、待ってください、今までのフィールドの2倍から 2.5 って言ってたぐらいですかね。広大ですね。 2.5 倍ぐらいですね、はい、ぐらいございますので、はい、そこに行くともうかなりというか、そこにフィールドの間に行っちゃうと、うん、もう本当にチームレスで相手もいろんなところでいろんな動きをしてますし、自分も今見てもらったら分かる通りに、その中で本当に止まらないアクションというのを体感してもらえると思います。はい、見てて思いました、はい、まあ、拠点を中心にそのクエストに行くっていうのはことも、そうですね、今までみたいに拠点に皆さん集合していただいて、はい、でそこで最大4人まで
パーティーを組んでいただいて、クエストを受けて参加して出るっていうのは、はい、流れとしては今まで通りあるんですけど、これまで通りのこともできる、はい、で先ほどちょっとあのデモでもやらせてもらったんですけど、はい、まあ先に行ってる人にのクエストに対して後で入るっていうこともできますし、またあのクエストを受けてる人が、まあ、ちょっと難しいなこのクエストってなったりした時に、ちょっとあの救難信号みたいなものを、あの左手から出た救難信号、はい、打つことでそのサーバーの中にいる人たちにその救難信号が送られるので、そのまあロビーの外にいる人たちもその救難信号を受けることができる、はい、サーバーの中であれば同じ周回エリアじゃない人たちでも参加することができるので、まあクエストボードにそれが並ぶので、まあ、このクエスト助けに行ってあげようかなみたいなのも、まあ、自由にできると。なるほど、はい、あとあの取れるコミュニケーションですが、あのボイスチャット、それからあのテキストチャット、こちらも両方ありますので、はいはい、お好きなよ、ね、とこあのお好きなよ、お好きなようにお好きなコミュニケーションの取り方でコミュニケーションの取り方、はい、ご自身で選んでいただきたいと思います、はい、先ほどもねその質問もすごいコメントに流れてたので、きっと見ている方たちは、はい、それで解決できたんじゃないでしょうか、はい、今日結構ポロポロ言っちゃってますけどね、まあいいか、はい、今日はオープンですから、はい、さあ続いてが最後の質問とさせていただきます。こちらです。プロモーションビデオで隠れ蓑みたいな動作がありましたよね、うん、これまでになかった動作やシステムが増えていそうでワクワクしています。他にも新しい動作があれば教えてください。はい、じゃあ徳田、はい、はい、あれはですね、特殊なスキルを、使うことができる特殊装具というものになります。新しい装備の一種になります。で、あの隠れ身の装備という、隠れ身のみたいなものっていうのは、モンスターの視界を一時的にこう、目を隠すことができて、その間時間稼ぎをしたり、砥石を使ったりとか、はい、立て直す時間を、作るような、特殊なスキルが発動することができます。で一度使うとですね、クールダウンの時間とかも、効果時間だとクールダウンの時間がありますので、まあ、しばらく使えなくなるんですけれども、ね、その分強力な効果を持ったスキルになってます。で先ほどもう一個紹介させていただいたのが、不動の装備と言いまして、モンスターの攻撃を食らっても、はい、のけぞらない、ようになるので、 あと防御力も多少上がるので、まあ、無理押ししたいとき、先ほどみたいな無理押ししたいシチュエーションのときに使えるような、はい、スキルになってます、はい、まあ、そういうちょっと特殊なスキルを持った装具というのが、はい、まあ、結構何個か用意してますの で、はい、また違った遊び方もしていただけるんじゃないかなと思っております。今までスキルであったものをちょっと一部そういった形で、はい、そう、特殊な装備として、まあ、スキル化してたりもするので、まあ、今後まだまだそういうの情報を出していきますんで楽しみにしておいてください。はい、はい、皆さんぜひお楽しみにお待ちいただきたいと思います。ということでお時間の関係で全ての質問に答えることはできませんでしたが、ご質問いただきました皆さん本当にありがとうございました。以上質問コーナーでした。さあということで、あっという間にもうお時間が来てしまいました。そうですね、早いです ね、だいぶ皆さんはちょっと疑問に思っていることの、まあね、先ほどみたいにモンスターの数がもう絶対言えないですけどす結構はちょっとお話できたかなと思いますんで、うんうん、はい、ね、少しずつ解決してきているのではないでしょうか。ますます今後の展開が気になります。それでは最後にお集まりの皆さんへ、そして生放送をご覧の皆さんへメッセージをお願いしたいと思います。まずは徳田さんお願いします。はい、日々、ね、開発してまして、楽しく、やっているんですけれども、やはりこの発表するときっていうのは皆さんにどういう反応いただけるのかっていうのは、まあ、とても気にしていたんですけれども、まあ、E3 でも、この会場でも非常にいい反応をいただけまして、とても一安心しております。これからも皆さんの期待を、裏切らないような、いいクオリティのタイトルに仕上げていきたいと思いますので、今後ともモンスターハンターワールドの方よろしくお願いします。ありがとうございました。続いて藤岡さんお願いします。はい、まあ、今回ちょっと据え置き機で久しぶりにやるということで、まあ、皆さんの反応とかもすごくちょっと、まあ、心配というか、なんか不安もやっぱり僕たちもあって、でどう伝えていくかなとか思ったりもしてて、まあ、今日こういう形で、時間取らせていただいて皆さんに伝えることができて、やっぱり、なんか帰ってきた感じがします。すごく温かい目で応援していただいて、まあ、本当にそういう不安はもうほとんどなくなっちゃいました、はい、でそういった空気も僕たちちょっと先日E3 の方で発表させてもらった時もやっぱり海外のファンも同じような、まあ、リアクションですごく僕たちを応援してくれてて、
まあ、こういったまあ、この名前の通りワールドっていう名前の通りちょっとこういう日本のファンの方々と、まあ、海外のファンの方々、まあ、もっとこうコミュニケーションを作ってですね、まあ、より広い方々にこのモンスターハンターっていうタイトル遊んでもらいたいと思ってますので、まあ、今後まだまだ、まあ、作るのまだちょっと、作ってる最中で、作り込みの段階なんですけれども、これからも応援していただけると嬉しく思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に辻元さんお願いします。はい、今日ですね、まあ、お話しさせてもらった通り、まあ、コンセプトであったりとか今話す内容のことをいろいろお話しさせていただきました。でですね、初めに話した通りにですね、本当にこの、モンスターハンターの世界ですね、世界をですね、すごく今の技術で表現しながら、ハンティングアクションを楽しんでいただきたいっていうお話しさせていただきましたが、そこの土台にはですね、もちろんモンスターハンターっていうものが存在します。やはりモンスターハンターであり続けながらもそういう今回のコンセプトに沿ってどういうような皆様に新しい体験であったりとかワクワク感というのを感じてもらえるのかというのをテーマに作っているタイトルになっております。でまだまだ先週発表したところなんでかなりごく一部しかこれお話ししておりませんので、これから情報をいっぱい出していきます。日本でいうとね、秋には東京ゲームショウもありますので、そちらの方でもですね、なんか展開もやっぱりちゃんと考えていきたいと思ってますので、まあ、そういうのも期待していただけたらと思います。はい、というわけでですね、もう一度このモンスターハンターワールドの発売時期だけ、はい、2018年の初頭に発売、リリースの方を予定しておりますので、こちらの方の詳細もですね、また皆様にお伝えできるタイミングが来ましたらしっかりお伝えさせていただきたいと思います。これからの情報もぜひ皆さん期待していただけたらと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。以上でモンスターハンターワールドスペシャル公開生放送を終了とさせていただきます。今後の続報をお楽しみにお待ちください。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。